はい、では今日からですね、社長の仕事365日チャレンジという動画シリーズをスタートしたいと思います。で、この動画シリーズなんですけれども、何をやるかというと、その名の通り、社長としての仕事っていうのを360日分ですね、ご紹介していこうというようなチャレンジになっています。1本あたり10分かそれ以下ぐらいの短い動画なんですけれども、社長としてこういうことをやっていきましょうというですね、ヒントをご紹介したいと思いますので、ぜひお付き合い願えればと思います。で、この企画をちょっとやろうと思った理由が2つありまして、まず1つ目は、やはり中小企業ってなんだかんだで、社長自身がですね、ボトルネックになっているケースっていうのがやっぱりあるんですよね。その社長の時間とかですね、社長の体力とか、それがボトルネックになっていて、会社がこう成長しないというですね、ことが結構あったりします。なので、社長がどういう仕事をするかっていうのが、この会社の成長にとって、ものすごい大きな影響力を与えてるわけですね。ただ一方で、ほとんどの経営者って社長ってですね、社長としての仕事は何かっていうことを誰からも教わってないと思うんですよね。で、なんとなく自分の経験とか、あの本で読んだ話とか、誰かから聞いた話で日々の仕事をしてるだけなんで、こういうことをやるのが社長の仕事だっていうですね、ことを習ってない人が多いと思うんですよね。社長の働き方とか、社長がどういう仕事をするかっていうのが、会社の成長に大きく影響するにもかかわらず、ほとんどの人はそれを習ったことはないということなんで、この動画では365日分ですね、ご紹介していきたいなと思っています。で、もう一個の理由はですね、これはうちのお客様からの意見で、思いついたっていうことがあるんですけども、私たちがやってるのは、要は会社をこう仕組み化して、社長が会社に行かなくても成長するような会社にしましょうというようなことをですね、講座とかコーチングとかでご提供してるわけなんですよね。それで実際に社長がですね、こう会社に行かなくても、会社が回るようになっているですね、社長さんって結構いるんですけども、そうなってくるとですね、逆に社長がですね、不安になるんですよね。やっぱこれまでは、こう会社に行ってですね、社員と一緒にこう現場で一生懸命働くっていうのが社長としての仕事だと思ったんだけども、いざこう会社が仕組み化してですね、自分がいなくても回るようになってくると、社長の仕事って何なんだろうっていうですね、ことが分かんなくなっちゃうことがあるんですよね。じゃあそういう人に向けて、こう社長としての仕事のヒントですね、ご紹介していこうということで、この動画を始めることにしたということになります。というわけでですね、今日から365日、非常に長いチャレンジということで、これは私にとっても大きなチャレンジなんですけども、やっていきたいと思っています。というわけで、早速1日目の仕事に入っていきたいと思います。で、今日の仕事は顧客の夢を追求しようということですね。顧客の夢を追求しようということです。で、ほとんどのですね、創業社長、自分で起業した方ですねっていうのは、多くの場合ですね、自分自身の夢っていうのを持っていると思うんですよね。例えば年商どれくらいの会社を作りたいとか、年収これぐらいにしたいとか、こういう生活を送りたいとか、そういう自分の夢があってですね、それを実現するために会社を作るっていうケースが、ほとんどだと思います。私自身もそうで、26歳の時に起業してですね、今3社目やってるんですけれども、一番最初はやっぱり自分のですね、夢を叶えたいと思って、起業したわけですね。で、もちろんですね、そういう自分の夢っていうのも大切なんですよね。やっぱり動機づけになりますし、それが自分にとってのこうエネルギーの源になるので、こう自分の夢っていうのを持つことは非常に大切で、それはそれでですね、考えて、紙に書き留めたりとかですね、日々こう見直したりするっていうのはいいと思います。一方で、会社を経営するとか起業するってなった時に、自分の夢ばっかりですね、追求している社長のとこには、やっぱり最終的には社員も顧客も集まってこないっていうですね、やっぱり現実があるわけなんですよね。で、そこで今日の考えてほしいことは、この顧客の夢を追求しようということですね。これは自分の夢じゃなくて、顧客の夢を追求しようということです。皆さんのところにやってくる顧客の夢は何かということですね。で、ビジネスというのは、根本的なことを言うと、その顧客が持っている夢を実現するために運営するものというのがこのビジネスなわけですね。なので、いかにこの顧客の夢を実現したかによって、そのビジネスが成長するかどうかというのが決まってくるというのがですね、事実なわけですね。なので、こう自分の夢を持ってですね、こういう会社にしたいとか、こういう年収にしたいとかっていうのは、大切なんですけれども、一方でもう一個ですね、自分じゃなくて顧客にとっての夢は何なのかというところを、
まあ、考えていくことが非常に大切ですね。でそれを実現するようなビジネスっていうのはどういうふうな運営方法で行われるべきかということですね。でこれをぜひ考えていただきたいというのが1日目の仕事になります。でちょっとね、例を出したいんですけれども、これいつもメルマガとかですね、たまに動画でも話してますけれども、アメリカにですね、Keep っていう会社があります。KEAP という会社ですね。で、もともとこの会社は Infusion Soft っていう会社でした。で、この会社は、なんでこういつも例に出しているかというと、私たちのですね、まあ、師匠であるマイケル・ガーバーさんっていう人がいるんですけども、この Keep っていう会社の創業メンバーは、そのガーバーさんの教えをですね、受けてから一気にビジネスが急成長したというですね、実績があるんですよね。で、なぜそういうふうに急成長したかっていうですね、そこの理由が あるわけですね。で、もともと彼らはアリゾナ州にある、まあ、全然こう大したことないですね、小さなこうシステム会社だったんですね。数人でやってるシステム会社だったんですね。で、当初の彼ら の夢っていうのは、まあ、創業当初の夢っていうのは、会社をですね成長させて、だいたい会社を10億円ぐらいで売れればいいかなと思ってたんですよね。でそれが彼ら自身の夢だったんですよね。まあ、それでだんだんですねその目標に近づいていったんですけども、まあ、ある時にマイケル・ガーバーさんと出会ってですね、で彼の話を聞いたわけですね。でそしたら言われたのが、まあ、その10億円でね会社を売りたいっていうのは分かったと、まあ、ところで君たちは何のために今のビジネスをしてるんだというふうに問われたんですよね。まあ、そしたら彼らもですね、考えるわけですよね。まあ、条件でこう売却するっていうのが今夢だったんだけど、まあ、そもそも何のために今のビジネスやってるのかと、この貴重なですね、自分の時間を使ってやってるのかって考えたら、まあ、最終的にはですね、まあ、結論から言うと、その10億円で売却するっていうことっていうのは、あんまりこう大したことじゃないってことに気づいたんですね。彼らはですね、彼らのお客様である中小企業とかスモールビジネスの支援をしたいという思いで、このビジネスをもともとは始めたんだっていうことに改めて気づいたんですよね。でそこに気づいてですね、じゃあその中小企業とかスモールビジネスの経営者、起業家の夢を僕らが叶えるんだっていうことで、こうビジネスモデルとか会社のビジョンとか全部作り直して再スタートしたんですよね。でそしたら、まあ、それに賛同してですね、お客さんが増え続けて、社員も増え続けて、今年商で100億円を軽く超える会社になっているということなんですよね。で彼らが何を変えたかというと、まあ、さっき言った通り、まあ、自分の夢を追うだけじゃなくて、顧客の夢が何かっていうのを追求していったということなんですよね。でそれによって、自分たちが提供するサービスとかも変わってくるし、提供する商品も変わってくるし、こう社員のですね、モチベーションのありかっていうのも変わってくるわけですね。まあ、というわけで、ビジネスをこうやっていくにあたって、顧客の夢が何かっていうところが、まあ、非常に大切だという話なんですよね。でそれを叶えるためのビジネスにしていきましょうということなわけです。まあ、というわけで今日のですね、1日目の仕事はこの顧客の夢が何かっていうことをまず理解すること、そしてそれを実現するようなビジネスにしていくっていうことですね。これを考えるっていうことをぜひやってみていただければと思います。はい、それではですね、また明日動画でお会いしたいと思います。